横山精肉店のレバー揚げいただこうと思いますね。最近レバーって言うとね、なんかもう鶏と豚肉ばっかりだったのでね、たまにはこの牛のレバーもいいですよね。この肉屋さんはね、卸をやってるんだけども、店舗もあるんですよね。あの、表通りに店舗があるので、ぜひ行ってみたらいいんじゃないかと思います。あ、これは、おいしい。やっぱりね、豚よりね、この牛のレバーの方がね、この濃厚な旨味がありますよね。まあ、こんなところで。まあ、あんまりね、詳しく言うとまた動画消されそうだから、まあ、このあたりにしておきます。